蘇る死人。俺たちが弱いと言ってた。皆殺しにして魂を支配するつもりだ。猛虎兵の手にはスクバタールの税の秘密が書かれた巻物が握られていた。クロードは先を急いだ。クロードが道なりに進むと小さくのどかな集落にたどり着いた。荒々しいクマが主の猛虎兵を守るため見張りをしている。
これはわしの巻物、よくぞ見つけてくださった。血の跡が真っ白な雪を濁ったような黒に変えて集落の外へと続く。つづらが開き、クロードは鬼の宝を手に入れた。
猛虎兵のムクロからスクバタール隊の証を見つけた。クロードは真相に近づいている。クロードに災難が降りかかる。命を落としかねない災難が。弓取り打ち常の光の弓がクロードの名を呼んだ。クロードは弓を携え敵の勢に果敢に挑む。まるでこの世を呪うような声にならぬ苦しみが霧に覆い隠された家から漏れている。屋敷を包んでいた霧が少しずつ消えていく。
丘の上に立つ家から人の悲鳴がこだましている。怨霊を打ち払うと霧はゆっくりと晴れていった。誰かが船着き場で経を読んでいるのだろうか。霧の中に深く響いている。船着き場を覆っていた霧はゆっくりと川下に消えていった。
にわかにスクバタールの声が村中に響き渡った。クロードよ、力強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。治療兵の助けを借りてスクバタールは逃げた。クロードは焼き尽くされた村を後にする。スクバタールを打ち倒し、他の民に同じ苦しみを味わわせぬことを誓って。